皆さんこんにちは、マイノリです。ということで今回は、テーマパークの、ここを知っておくといいですよみたいな、はい、ポジションを教えていきたいなと思います。あ、一応今回はね、宿舎デイケア、この、2階ですね、守る時のポジションを教えたいんですけど、まあ、これ一応ね、いろんな強ポジとか、まあ、見方あると思うんですけど、僕がいつもやってる、はい、まあ、カミカミだな、守り方なんですけど、まあ、基本的にこのデイケア宿舎ってやっぱりこのカフェ取られてここ開けられてとかなると結構きつくて、で、まあ、このね、みんな列車列車言うんだけど、列車から、まあ、攻めてくる敵もいるんですけど、このカフェを守る場合と、あと、まあ、突き上げとか、あの S 側からの押しに対応するときによく僕がやる守り方を説明したいんですけど、まあ、一つの例としてね、あ、こういう風に見るやり方もあるんだぐらいの感じで見ていただければ、はい、まあ、いろいろある中のね、ということで、まずは、カフェですね。僕はいつもカフェね、そのままカフェに入って、例えばなんかで守るとかじゃなくて、ここを穴開けて敵が来そうな場所ピーって穴開けといて、下の方で守るんですけど、これね、一つ注意してほしいことがあって、まあ、ここと、これですね、もう薬品の、ここはね、一応敵が下にパルスとか、まあ、突き上げキャラがいるんじゃないかってことで、結構ね、倒しに来ます。はい。なので僕はいつもね、一応ここはパッと閉めといて、で、この辺、こうやって2回殴っておきます。まあ、そうすることでね、逃げようと思った時にパーンとすぐ出れるんですけど、まあ、なんで上にこう殴るかっていうと、前ちょっと生放送で聞かれたんですけど、ここはね、別に敵から車線通らないので、下を殴っちゃうと、しゃがんで見られるとね、車線通っちゃうので、いつも、まあ、上だけね殴ってます。はい。で、まあ、閉めたければ、ここ閉めてもいいだろうし、ここ閉めてもいいだろうし、あそこ閉めてもいいだろうし、それはね、自分のやりたいようにやってほしいんですけど、さっき穴開けたポジションがここですね。穴開けてなかったね、ごめん。ここのカフェの入り口、ここめちゃくちゃ強くて、こうやって結構、ま、丸見えすぎて、で、ここ有志壊してなければ、入ってきた時こうザーってきたのをショットガン一発で倒せます。はい。それからここよくドローンいじってね、いじる人がいるんですけど、ここですね、ここで、まあ、ドローンいじったり、こうやって奥の敵と打ち合ったりと、で、結構伏せてこうやっている人とかいるので、そうした時に、実は下にいましたと、こっそりね、下にいると簡単に敵を倒せちゃうと。それからここですね、この穴、ここちょっとリスキーなんですけど、ここってね、結構敵来るんですけど、カフェ取った後に敵がね、大体みんなここまで来て、あそこの階段を見るんですよ、 W ので、そこがこの穴のところで、まあ、W 見に来た敵、それからまあ一応ね、あそこのカフェとか見に来た敵倒したいなら、こことか開けてもらってもいいし、そうすると下から見えるので、まあ、その辺は自分がどこに来た敵を見たいかっていうのでね、いろいろ書いてもらえればいいかなと思います。これでカフェはある程度下から見ることができます。それとね、もう一つ僕は好きなポジションがあって、そこまでちょっと説明したいんですけど、ここね、境界線っていうか、こうピーってあるじゃないですか。で、ここを開けてもらうと、ここに馬力ありますよね、この下にある馬力。これって下、この宿舎の真下にあるバレルルーム、この入り口で、まあ、2階守りでね、たまに強ポジ潰しに、強ポジというか、まあ、突き上げしにここから入ってくる人もいたり、あとね、まあ、上の守りじゃなくて、この薬品、この薬品ラボの守りの時とか、特にね、ここ絶対取りに来るんですよ、敵って。まあ、この W 階段倒しに来る時もそうなんだけど、
結構ここから入ってくる敵って多くて、こうやってね、それをもうあそこの宿舎の上から見てればもう超簡単に倒せちゃうと。乗り越えて入ってきた瞬間に敵を撃てばいいだけなので、ここですね。でここも一つ注意点としては、この S 窓ですね、こっち攻められてる敵はさすがにここ見えないので、その時は注意してください。でここの強いのってね、まあ、もし敵に入られましたと、バレルルームで、バレルルームこの下の方でね、敵がねそのバレルルームに 入りましたと、そういう時にここから飛び出てさっと入れば、あの特定されることなく敵が入って、子とかでドローン見たりするんですけど、あ入ってドローン見てんなって分かったら、ここの宿舎からねバヨーンと外出てもらってパッと入れば裏も取れるしね、結構宿舎攻めの敵とかもあのこの窓2個を使えばね、うん、めちゃくちゃキルできたりします。はい、というわけで今回はこの2つのポジションを、解説してみました。この後ちょっと適当にプレイ動画載せるのでそちらもご覧ください。下来るかな、どうだろうな、やめた。敵部隊が爆弾を発見、守るんだ。チョコレートマジで好きなんですよ。壁は補強済みだ。マジで好きなの。そんなに？じゃあさ、ゴディバとかにお金かけれる人？5000円とかするチョコ。5秒。なん絶対。何で高いのあれ？敵部隊が爆弾。ブランドでしょ。バレるな、これ。国境がリロード。お、ナイス。アッシュ。あー、列車いますね、列車。外 L 側の方ですね。 LW 側の窓の方にいます。ワンチャンやれるのかな、ここから。やれた。ん？いい、すげえ、ここからやれるんだ。ああ。はい、消え。爆弾が敵部隊に発見された。下ですよね、ゾンビは。薬品外。W、okay、すドローン見たな。見に来てくれたら。お、入った。敵オペレーターが一人残っている。ラスト W っぽいっすね。あ、じゃあ SS 外キフィン立ててる。2階？屋上かな。いや、どこだ。ない。リロード。列車キルチ行ってきます。屋上かな。絶対そこから来ないんだよ。おお、痛い痛い。敵は排除。設置した。敵が見えた。1階だ。1階ですと。もう C4 持ちは。ああ、カメラ見てきた。N 階いて、通路いて、めっちゃいますね、ロッカー。で、ボムランパイヤ。
あ、引いていったんだ。新しいマガジンを使う。あ、キャッスル閉めた。あ、後ろ開けちゃったよ。そう、そういうことは。ナイス。みんな、カップ缶気をつけてよ。危ない。ナイス。階段階段 W。 敵部隊エリアを確保し爆弾を守れ。絶対あのどこだっけ、バレルルーム来るんだよな。上から見とこう。テッセン設置、刺激が欲しいやつはいるか。突入まで10秒、残り5秒。チップドローン壊し、すん爆弾の位置は慣れていない。ああ、通査お休み。リロードする。おお、エルロー、エルソト2いますね。エルソト、ああ、拠点はもうな、みんな頑張って。敵部隊が爆弾を発見、どうすべきか分かってるか。ああ、クソ、バレルム来い。あー、ロックしちゃって。絶対来るわこれ、バレルルーム。なんか1キル確定みたいな、そんな気がしてます。いやー、申し訳ない、テレビじゃないや、ティッチですね。80ぐらい上、屋上にいました。屋上、まだ屋上にいます。あー、カメラ壊されちゃった。ドアを固めた。行くね。カフェソといます。キャンしようとしている。あ、トイレ入った。トイレ、トイレ、フロストマット振ってますね、一人。はい、お、階段下にいるよ、エリック。頼む、それは。敵のドローンがキャンの準備をしている。タイマーを起動する。セットしてやった。味方はあと1人。マジか。はい、敵がスキャンを開始。え、また打ちやめる。もう ちょっとしか当てれなかった。バルカメかな、飛び出してんね。バルカメ分からんだよな。ゴム中一人すりでもいいんで、あ、二人かな。ゴム中潰した方が早いかな。そうっすね、もう潰しちゃおうかな。ちょっと待ってよ、ここにバルキリーカメラ見てて、一人リージョンの方だから行く。あ、やべえな。マジか、やりやり。トイレから一人いますね。あ、裏取られたか。あと一人だ。ラストトイレかな。オッケー。
今トイレで影見えたんだよな。ディフューザー作動中。すぐ敵部隊を制圧、こちらの勝利だ。いやーなんか